皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。パリオリンピック五輪柔道27日日本時間28日女子4 8キロ級決勝シャンドマルスアリーナ。写真角田夏実涙の金メダル1号パリ木下純世界選手権3連覇中の角田夏実 SBC 湘南美容クリニックが。 柔道女子の日本最年長31歳11か月で五輪を初制覇した。決勝でバブードルジ、24イコールモンゴル、を代名詞ともえ投げによる技ありで下し、らちゃん谷良子の4年アテネ五輪以来20年ぶりの金メダルに輝いた。日本の今大会金、第1号は、かき五輪通算500個目。1920年アントワープ大会テニス男子の熊谷和也が初メダル。 銀をつかんでから104年の時を刻み、届いた節目に最高の色で花を添えた。ともえ投げで、最後まで自分を信じて、攻め続けた。試合後こそ、ほっとした、安心したという思いしかなかったと、ガッツポーズも見せなかったが、満面の笑みで、まだあんまり実感ないんですけど、相手の手が当たった、顔が痛いなって、笑い。本当に、ずっとここを目指してやってきたので。やっぱり 今井優子コーチが嬉しがってくれたのが一番嬉しかったですと満足した。日本勢の金メダル第1号にはずっと目をそらしてきたんですけど現実になってよかったですと喜びをかみしめメダルを手に嬉し涙をぬぐった。かつての谷の名言最低でも金最高でも金を期待される強さを誇った角田がお家芸の先陣を切り最高の結果で応えた。 決勝に進出した時点で日本の下記500個目が確定したが、もちろん満足などない。ここまで金169個、銀150個、銅180個を積み上げてきた日本の大台は最高の輝きで。他に、アブノリコ以来の世界選手権3連覇を遂げている絶対女王が、重圧もアウェーも関係なく、頂きに立った。圧巻だったのは準々決勝だ。 地元フランスで高い人気を誇る尻ぬブクリ25と対戦。場内アナウンスなど全く聞こえなくなるほどの大歓声、鳴り物、手拍子が相手の背中を押したが、開始1分で仕留めてみせた。殿下の宝刀、巴投げ、一瞬で相手の左足付け根を蹴り上げて美しく落とし、一瞬で場内を静まり返らせ、どよめきを呼んだ。1回戦も2回戦も必勝すぎる、パターンで圧倒。 投げからの腕ひしぎ十字固めで、それぞれ45秒、68秒でどけた。春に両膝を痛め、思ったような調整はできなかった中、その左膝を思い切り伸ばして、次々と相手を宙に浮かせては畳に突き落とした。この階級ではアテネ大会の谷以来20年ぶりの金メダルでもあった。146センチだった谷と比べれば、 より際立つ1 6 1ンチの長身で足も長いそこから蹴り上げれば誰も止められない5 2キロ級の時代には安倍歌と3勝1敗だった実力者でもあり東京五輪の代表争いで交代した19年11月に4 8キロ級へ転向原料区もあり時刻の大舞台は補欠で逃したが 同じ21年の6月に行われたブダペスト大会から世界選手権で3連覇した。今後どうしようかなと思っていたところ気持ちを保つことができた。3大会すべてオール一本勝ちの無双ぶりでパリロが広がっていった。ともえ投げからの関節技は世界一。柔術総合格闘技グラップリング仕込みの腕ひしぎ十字固めも特に強烈だ。 阿部唄も3連敗を喫死テリトリーに入ったら遊ばれる。蛇のようで不気味と嫌がったのは褒め言葉だ。誰も逃げられない。磨いてきた技を警戒されても決め続け、決勝でも技ありを奪った。31歳11ヶ月の柔道女子最年長で成し遂げた五輪デビュー制覇。日本の500個目は金色がふさわしい。競技本格化初日。 柔道界にも日本にも勢いをもたらした。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。